はい、でも皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ムチゲームズのムチです。ということで、今回なんですけども、次のね11月1日のね更新について動画撮りたいなと思います。まあ、前回のねプロスペース9周年特番でね結構発表されているのと、まあ、あとはねアニバーサリーが登場してくるのが確定してますし、まあ、今回はね、まあ、確定しているところをね、まあ、しっかり見ていこうかなと思います。まあ、先にね、まあ、個人的になんですけどもね、レイユス選手がねついにプロスペースで初登場するので、まあ、能力がね本当に気になっているなと思います。まあ、あとはね現在大谷翔平杯やっていて、僕自身もね今29歳以下でエントリーしていて、生放送でもねほぼ毎日生放送やってるんで、もしよかったら生配信見に来てください。ってことで本編どうぞ。はい、ってことで早速なんですけども、11月1日で、ね、先ほども言った通りアニバーサリー第1弾がね登場します。そしてね選手もね発表されていて、今現在ね画面貼ってあるかなと思うんですけども、まあ、今回やっぱ個人的に注目の選手としたらやっぱね、坂倉選手かな。坂倉選手、オースティン選手、また坂本選手、またレイエス選手、まあ、この辺がね、注目選手になってくるかなと思います。まあ、あとアーティストはね、山川選手が登場しているんですけど、山川選手はね、まあ、プロヒッターならちょっと厳しいかな。まあ、ただ全体的にね、まあ、強い選手が多いなと思います。山田選手も2年連続で登場してますし、まあ、細川選手とかも登場してますしね、西川選手とか。あと鈴木空選手がね今シーズンから弱体化しているんで、まあ、ちょっと厳しいとこあるかもしれないんですけども、全体的にね、まあ、当たりが多い選手かなと思います。まあ、その中でやっぱ一番ね注目したいのは、僕もさっきも言った通りね、やっぱレイエス選手かなと思います。まあ、現在プロスペースで ね、まあ、D ランクも登場していないんですけども、まあ、気になる能力はね、まあ、どうなんですかね。まあ、いきなりアーティストって可能性は低いのかもしれないんですけども、まあ、今年ね本当に最後の方、後半の方はめっちゃホームラン打ってましたし、まあ、最終的にもねホームラン27本、打点も67点だったけど、まあ、打率も高かったですし、いや本当にねすごいなと思います。なんで能力ね、まあ、ミパー AA とは言わずともね、それに近い能力で、まあ、あと弾道もね、まあ、個人的にはやっぱハムジュンのね、まあ、アーティストってやっぱ大谷選手と清宮選手しかいないんで、まあ、3人目のねアーティストでの登場をね期待したいなと思います。そしてね特殊能力なんですけども、まあ、例年はねいつも、まあ、宿便というね、まあ、特にピッチャーは強い特殊能力で、まあ、相手のパワーを中ダウンできるっていうねかなり強い特殊能力だったんですけども、まあ、今年からね特殊能力変わってしまって、躍動っていうね特能に変わったんですけども、こちらのね躍動の特能がね、まあ、制球がビアップ、打者だったらミートがビアップ、そして野手だったら投手の制球中ダウン、そして、ね、投手の9位かをビダウン、投手だったら、まあ、相手のミート中ダウンと相手のパワーショーダウンということで、まあ、ちょっとこれだけ聞いてねパッとしないと思うんですけども、まあ、結論から言うとね昨年のね宿便の方が強かったのかなと思います。まあ、これはね野手も投手もですし、野手はそこまで大きな変更はないかな。特にピッチャーに関してはね、ミートの中ダウンよりもパワーの中ダウンの方がね全然強いんで、まあ、この特殊能力はねやっぱ弱体化してるんで、まあ、ちょっと厳しいところはあるかなと思います。もうシンプルにねパワーが中ダウンのところを小ダウンにされているっていうのはちょっと厳しいですよね。まあ、なんで、まあ、宿便のね恩恵を受けるピッチャーですけども、まあ、今年のアニバーサリーはねそこまでピッチャーもね影響は受けないのかなと思います。まあ、ただですねガチャシステム的に30連目でね S ラン確定、60連目で10チーム S 確定ということで、まあ、60連引けばねアニバーサリーの選手、好きな選手を獲得できるんで、まあ、そこはねめちゃくちゃ激アツなんでね、まあ、確定外、まあ無課金税の方はねこうやってね確定がないガチャ引くよりはアニバーサリーみたいなね確定あるのガチャを引く方がね僕はおすすめかなと思います。そしてですね、このガチャ以外にもね、この無料10連が登場します。アニバーサリー第1弾限定ですけども、この無料10連ね、もうログインさえしちゃえばガチャが引けるんでね、これは激アツかなと思います。ただね、累計での獲得はおそらくないんで、まあ累計はね、普通に S ランク契約書の獲得かなと思います。まだイベントに関してはね、発表がないんですけども、まあ個人的にはホームランダービーあたりがね、登場するかなと思います。まあアニバーサリーの選手をね、もう無料10連で獲得できるのはめっちゃ熱いです。ね、まあ、皆さんねこの中本当当たりの選手多いですし、僕はやっぱねハムジュンもやってるんでね、まあ、レイス選手が欲しいですけど、ぜひ皆さんコメントでね欲しい選手を教えてください。続いてね現在行われている大谷翔平杯についてですね、まあ、こちらはね、まあ、11月2日までということで、まあ、1日のね更新の後もね1日やるんですけども、
いやー、僕もね必死に戦ってます。今回ね、今までにないこの年齢ごとに分かれているんですけども、現在3日目です。僕1日目やってないんですけどもね、いやまあまあちょっと悲しい厳しい戦いが続いてますね。なんといってもね、ワールドチャレンジャー大谷選手、これがね本当に強いなと思います。まあ、正直出た当初はね、まあ、サムライバージョンの方が強いとかワールドスターの方が強いとか言われてましたけども、このサムライ大谷選手もう十分強いです。まあ、確かにね初見殺しってとこもあるかもしれないんですけどもね、僕もこの十何試合のうちに3回当たってるんですけどもね、いや本当に打てないですね。まあ、ツースプもありますし、それにプラスねこのオリジナル変化スイーパーも持っていて、まあ、このスラカスイーパーカットボールの投げ分け、まあ、そしてね特殊能力が超豪速球奪三振ショー規格外ということで、相手のパワーもだいぶ下げれますし、まあ、スピリッツでご利用されてるのもあるんですけどもね、まあ、本当に大会でだいぶ無双しているなって感じます。逆に言うと僕もねこの侍大谷選手危ない侍大谷選手ね持ってるんですけども、まあ、スピリッツはね4450なんですけどもね、いや強いっすね。もうほんと打たれないっすもんね今んとこね。まあ、3試合ぐらい登板してるから、まあ、もちろんね今無失点ですし、まあ、特殊能力もね昨日の深夜映画見ながらね頑張って終わらしたんですけども、この特訓の投げたことによって本当にね打たれなくなったかなと思います。まあ、ぜひねワールドチャレンジャー大谷選手ね、逆にね攻略方法とかあればね教えてほしいですね。僕もね当たった時本当にね甘いボールじゃないと打てないですしね、ちゃんと配球されたらもうバットには当たるけどね全然ヒットが出ない状態なんでね、ぜひコメントでワールドチャレンジャー大谷選手の打ち方をね教えてほしいなと思います。で、僕個人的にはね今回1000位、まあ、大谷翔平杯のねリボン獲得目指してやってるんですけども、まあ、ボーダーはねちょっと何とも言えないんですけども、まあ、8000ぐらいあればね、まあ、リボン取れるんじゃないかなと思ってるんで、まあ、レート8000ぐらいをね目標に現在戦ってます。ぜひ皆さんこの1週間ね、まあ、リアタイこの大谷翔平杯やってる方多いと思うんですけどもね、まあ、一緒に頑張りましょう。目標はねそれぞれ違うと思うんですけども、僕はね、まあ、1000位ですね。まあ、本当はね100位とかもね100位リボンとか欲しいですけど、ちょっと今回は厳しいと思うんでね、まあ、今後テクニカル杯があればそこの大会でねまず100位以内をね目標にしてやりたいなと思ってるんで、今回はまずリボン10個目のリボン獲得を目指して頑張りたいと思います。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ皆さんチャンネル登録とご評価よろしくお願いします。はい、あとなんか夏なしようかなと思ってるんですけど、応援歌だな、ちょっと応援歌最近ねまた購入したんですけども、やばいっすね。久しぶり、ほんとね、10ヶ月ぶりぐらいに応援歌入れたかちょっと覚えてないですけどもね、応援歌の効果入れたなと思って、もう打率がね、まあこれは錯覚かもしれないですけど、ほんと打率がめっちゃ上がりますね。モチベも変わるし、応援歌、僕結構ね、J-POP 系ばっかなんですけどもね、ほんとに、いいっすね。配信でもね、この応援歌、いろんな応援歌流れてるんで、ぜひ生放送も見に来てくれたら嬉しいです。ということで、ありがとうございました。